伊集院光、伊集院光、伊集院光、男性、1967年11月7日隊は、日本のお笑いタレント、ラジオパーソナリティ、俳優、評論家、元落語家。本名、篠岡健、旧姓、田中。東京都荒川区西尾部出身。文京区在住。妻は、元タレントの篠岡美香。 東京都立足立に行っ田高等学校中退。星企画からフリーランスを経て、現在はホリプロに所属。大柄な体型のデブタレントだが、体格を生かした仕事は、銭形金太郎を最後に大きく減らしている。かつて、TBS ラジオ、伊集院光深夜のバカ力のコーナー、ダイエットキング95.4。 1996年11月から1997年3月では 144.6kg1996 年時点から 95.4kg への減量を目指しコーナー終了までに 94.8kg に落としたことがある2016年4月から伊集院光とラジオとのコーナー伊集院光とラジオとダイエットと 1 3 2 4ラムから再度9 5 4ラムへの減量を開始している。雑学にたけ、クイズ番組ではその培われた知識や、ひらめきの天才と呼ばれる、推理力で上位の成績を収めることが多い。教養系バラエティ番組で聞き手として起用されることも多い。テレビ出演は多いが、ライフワークは、ラジオ、ラジオパーソナリティと考えていて、TBS ラジオ、 伊集院光深夜の馬鹿力に力を注ぐ。ラジオでは、毒舌と下劣ギャグ、チンコと暴言、自虐ギャグなど、テレビとは違う一面を見せる。しばしばテレビにおける人当たりの良いキャラクターを、白い住院、ラジオでのキャラクターを、黒い住院とファンに例えられることがあるが、本人によれば、テレビとラジオでは喋る対象を変えてるので、聞いてる人からはそう思われてるかもしれないとしてる。 1984年7月、不登校を案じられて、父親の知り合いである、吉川さん、後に大師匠である五代目、三遊亭窓科学の実定であることが判明の、紹介により演学一門へ入門。三遊亭楽太郎、現、六代目、三遊亭窓科学の弟子となり、三遊亭楽大として、活動を始める。その後、高校、卒業間近の三年生二月、ただし、 本人曰く3年時はほとんど出席していなかったため、卒業に必要な出席日数を確保していたかは、不明に中退。師匠には、内緒で、伊集院光の名で、ラジオ番組に出演し始める一方で1988年に二つ目、昇進。入門5年目の同年には、第17回 NHK 新人落語コンクール、現、NHK 新人落語大賞本選に、 こぼめででを果たしている、他の本選出場の4人はいずれも、修行年数が10年以上。楽太郎から伝授された話は40から50席以上。楽太郎の弟子という関係で、日本テレビの番組、焦点の若手大喜利にも出演していた。1990年、最優亭落大ではなく、伊集院光の名で人気を博し、 脚光を浴びていたラジオ番組出演が一問に知られ、問題となる。話し合いを重ねた結果、落語家としての席を離れる、波紋ではなく自主廃業。この時、落太郎は、移住員を擁護しており、2003年4月には、最優定落太郎一問会へ出演させたり、ラジオやテレビでの共演もあるなど、落太郎は未だに、身内として扱っている。また、移住本人も、 楽太郎のことを、師匠と呼び敬意を払っている。現在、三遊亭楽大の名は楽太郎門下の別の落語家が名乗る。1987年、元兄弟子の放送作家、石田明弘、三遊亭花学系からの誘い、ただし、人数合わせの桜に、近いで、日本放送のお笑いオーディション番組、激突。顎外し、賞。 1987年0から1988年3月に出演。このオーディションで優勝したことが、お笑いタレントとしてのデビューのきっかけと語っている。当時のキャッチフレーズは、オペラ座の怪人をもじった、オペラの怪人。ただし、放題、オペラの怪人というタイトルの映画も実在する。タキシードで清掃し、威風堂々と、オオソレミオ、おそれれ山のいた子。 かつお風味の本出し、味の素、本出し、サウンドロゴを、かつお風味のふんどし、静かな湖畔の歌詞を、静かな眉間にしわがある、駆動駆動など、替え歌ギャグを、オペラ調に歌うギャグオペラ歌詞という肩書きだった。この頃は、テレビのシ夜ンや番組や、笑っていいとも、うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば、で、上記のギャグオペラを披露する仕事が時々あったが、 ギャグオペラと掲げてしまったためその言葉と内容に縛られリサイタルと称した舞台お笑いライブでもギャグオペラのコーナーを設けなければならずまた当時は足立神殿高校声楽科中退後イタリアに留学しルチアーノ・パバロッティに支持していたと語ってしまったためある程度オペラについての知識を勉強せねばならず苦労したと足立神殿高校に声楽科は存在しない無論 留学やパバロッティに指示したという件も嘘である。本物のオペラ歌手だと間違われて、オペラの CD のライナーノーツ、解説の依頼があっという逸話もある。アゴハズシショー終了後は、山口良一の、それゆけ、土曜日更新曲のレポーターなどを経て、1988年10月より、冠無理番組、伊集員光のオールナイト日本に登板。アゴハズシ、ショーで共演した。 岩井藤が制作スタッフであったクリエイティブカンパニー富田和ズ株式会社 CBC ラジオにも1989年10月より週一レギュラーで出演を始め以来名古屋でも断続的にレギュラー番組を持つようになるオールナイト日本では番組内から生まれた架空のアイドルハガユイが話題になるなど次第にコアな人気を集めていく タケシのオールナイト日本の後枠として一部昇格の候補に上がったが、局内の対抗派閥が押した古田晋太に決まった。その後、平日夜の人気番組だった三宅裕二のヤングパラダイスの後番組パーソナリティの最終選考2名に残り、選ばれたのは内海ユタオ、ゲユタカ、内海ユタオの夜はドッカーン。だったが、ユタオが、 精神的なプレッシャーのため11ヶ月で降板し、移住院光の王、デカナイトが開始されることとなった。王、デカナイトも、名物コーナー、ザ・ベースボールクイズをメインにしたイベントで、西部球場のスタンドを中高生のリスナーで満員にするなど人気番組となるが、1995年4月に降板。スポンサーとの圧力や曲側と喧嘩別れ、ラジオでの育ての親、 安岡義郎は前年に日本放送を退職したとされる形での4月末という改変期でない時期での終了などもあり、人よ限りの復活として開局50周年記念日、スペシャル番組の中で王デカナイトを放送する2004年まで日本放送の番組への出演は一切なかった。その時期、王デカナイトの企画で久保浩二と組、 荒川ラ,ラップブラザーズ略して ARB のクレジットでラップの CD を出している。2014年日本放送開局60周年記念ラジオで聞いた忘れられぬミュージックで10年ぶりに日本放送への出演をした。1995年10月から TBS ラジオの深夜番組深夜のバカ力を開始し主なラジオでの舞台を tbs ラジオへ移す、同様に、日本放送から tbs ラジオへ移動したパーソナリティに、天野博之、爆笑問題などがいる。深夜の爆力は2018年現在も続いており、1998年4月から2008年3月までの10年間に、わたっては日曜午後のワイド番組、伊集院光日曜大将軍、伊集院光日曜日の秘密基地のパーソナリーも、 務めた。この時、一番長くアシスタントを務めた TBS アナウンサー、当時の竹内かなえからはその、妻に対する誠実な人柄により、理想の男性と評されている。TBS ラジオでの活動にて、いくつかの受賞をしている。2000年には、小桜局長が、コロッケパーティーを開催、ナイスプレイ賞受賞。2001年には、TBS ラジオから、 ゴールデンマイク賞を授与されたが、トロフィーを次曲の番組でリスナーにプレゼントしようとし、曲調から止められた。2003年には放送批評懇談会からギャラクシー賞 DJ パーソナリティ賞を授与され、その受賞式では深夜のバカ力番組内の企画として、成人用紙をおむつを装着し、壇上で放尿しながら受賞スピーチをした。また、 日曜日の秘密基地の2006年2月のスペシャルウィーク企画、どこの誰かは知らないけれど、話してみたらすげえ人スペシャルにて、ギャラクー大賞ラジオ部門を受賞。毎年大晦日に、在京三局、TBS ラジオ、文化放送、日本放送が持ち回りで担当していた全民放 AM ラジオ局、及びラジオ単派合同の行く年来る年では、 日本放送時代に1992、1993年を TBS ラジオ時代には1996、1997年、1999、2000年とサンドパーソナリティを担当した。2016年春より30年間放送された大沢優里の悠々ワイドの後を継ぎ TBS ラジオの平日午前対ワイド番組の パーソナリティを務めることが2016年1月18日に発表された。2016年4月11日、伊集院光とラジオとのタイトルで新番組開始。同日、オフィシャルブログ、伊集院光とラジオとブログとを開設した。少年時代からの家庭用ゲーム愛好家である。YouTube での生放送イベント、 マインクラフトウィークニズ g o ズグーグルプレイでは、YouTube クリエイターの赤髪の友と一緒に、初めてのマインクラフトをプレイした。現在、終了分、その他、不定期で、プロ野球中継の日本ハム戦に、ゲスト解説として出演することがある。その他、TMN のアルバム、エキスポ収録曲、クレイジーこうに笑い声をサンプリングされている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。